はい、えー、では始めます。皆さんこんにちは。はい、え二千二十年達検し十八、えー、時間で総まとめブラッシュアップ講座ですね。講座説明のガイダンスを始めます。え担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、とそれではですね、まああのー、こういったチラシをお持ちの方はご覧いただいて、えー、ですね、あのお持ちじゃない方はちょっとあの画面をご覧いただければと思います。 あの講座説明のガイダンスなので、まあ、要するに講座の宣伝なんですけども、えーまあ、あの時間も短いですしで勉強とても大事なこともお話ししますのでます、えー、まずですね、まあ、この夏になってきますと、まあ、7月とかね7月とか8月になってきますと、まあ、いよいよ本試験が近づいていきますんで、まあ、そういったこともあっていくつかこういったちょっと単発的な、えーとまあ、ボリュームの小さい講座が まあいくつかか、えー、レックから販売されましてこれどういうことかと言いますと、まあ、各講師の、まあ、企画をすするんですねで、まあ、あのレックの,その、まあ、パッケージングされた、えー、コースには組み込まれていないんだけども、まあ、自分としてはこういうふうにこういった形のものをやってみたいとかですねあの受講生さんのためにはこういった講座が役に立つんじゃないかとか、まあ、それぞれ講師はいろんな思いがあるんですね。 でそういったことが、えーまあ、こういった単発的なね講座としては、えーまあ、講師が企画を出してでやることができるんですね。なので、まあ、僕としてはこういった講座をやりたいと思ってましてで自分が企画した講座がこれなんだけども、まあ、要するにですね僕がやりたいのは、えー、なるべくコンパクトでなおかつ卓研、えー、試験全体を見渡せる講座がやっぱりいいんじゃないかと思ってまして。 まあ講師によってはね、10高生さんの弱点補強、こういうところが弱いところをねあの重点的に補足するとか、そういったことがいいんじゃないかって思う講師もいるし、僕は逆に全体を、卓球試験全体をねえ短い時間で見渡せるようなまあそういった講座がいいと思ってまして、企画したのがこういった講座になります。でですね、ちょっとあの試験的な話なんですけどね。 ま,あまずですね、この REC では、こういった形でね、そのインプットとアウトプットを別々にやらないで、まあ、常に並行してやってくれという、そういった形の,、まあ、あの教育方針といいますか、これが REC のお勧めしている勉強方法でして、ま,あ、まさにね、まあ、僕もそ,それが一番いいと思います。でですねまあ、本試験の直前期とですね、を、まあ、あの3つに分けますとね、 まあ初期段階と中期段階と直前期ですねで、まあ、インプットを重視する期間から平行期間アウトプットを重視する期間ですねあのどの場面でどれをインプットを重視するかあるいはアウトプットを重視するかという,ふうにどっちを重視するかというのは多少違いがあります。ででででももどんな時でもインププッットトトととアウトプットは常にに行う一緒にやることが大事ですねで 勉強を始めたばかりの頃はどちらかというと知識を入力する、ね、そっちの方を重視した方がいいだろうとでもアウトプットを必ずやりますですねで並行する期間があってで試験が直前期になってきますとどちらかというと、まあ、公開模試が始まりますからどちらかというとアウトプットを重視する期間になるんですねでも、まあ、常にインプットとアウトプットを両方一緒にやっていくことがとても大事ですでですね ここのところをなかなか勘違いしている人がいると思うんだけどもあのインプットが終わったらすぐにアウトプットやりましょうねとかね、えー、そういう感じで捉えていましてでインプットまずまあインプットって講座を受けたりとかあるいはテキスト読んだりとかねすることですねそれをやり終わったら問題やりましょうみたいな感じで考えてる人が多いと思うんですよ。えー、何が言いたいかって言いいいたかとますと えっと、インプットの時はインプットだけやってるでアウトプットの時はアウトプットだけやってるということではないんですね本当はあの並行してやる、まあ、ちょっとうまく説明ができないんですけども例えばねえー、まあインプットの教材があるとしますですねで問題を解きます。もうとにかく ちょっとでもインプットやったらすぐに問題を解きます。で、問題を解いたら、この問題はテキストのここのことを言っている問題だよねっていうふうにわかるようにする。これを行ったり来たりするんですね。まずインプットのテキストのここをやったらこの問題をやるですね。で、ここに関する知識はこういうふうに問題解かれるあの本試験では問われるんだよみたいなね。で、また問題やる。で問題やったらまた テキストに、まあ、僕はリンクさせるっていうんだけどあ、ここのこと、この問題はここのこと言ってるねとかねで。ここの問題はここのこと言ってるねっていうんですね。あの常に問題と、まあこれがアウトプットですよね。これがアウトプットでえ、問題とテキストを常にリンクさせる。同時に進めていくっていう感じ。これがとても大事だと思います。あの、インプットとアウトプットを えー、同時にね、あの平行してやっていくんだっていうのはおそらく誰でも知ってると思うんですよ。でもそれやってる人少ないです。ほとんどの方の勉強のスタイルを見てみると、問題集やるときには問題集だけですね。でテキストの講座を説明講座説あの聞いてテキストを読んでるときはそれだけ。あのつまり机の上を見てみるとわかるんだけど。 問題,問題集とテキストを両方とも開いてる状態そういう状態で勉強してる人が僕は少ないと思ってるんですよでそれはあまり良くなくてえ常に常に両方見てる状態テキストは開いてるで問題集も開いてる問題やりながらテキスト問題やりながらテキスト常に行ったり来たりしてるこの状態が一番効率がいいと思ってますでその時そう考えてみますと なるべく勉強の初期段階では問題集に載っている知識がテキストに載っている必要があるんですよね。なるべくねなるべくですよあまり細かい知識はいいんだけどもなるべくテキストに載ってないとあのだからこのインプットの教材はなるべくまあ詳しい分かりやすく詳しく載ってる。 といいいう方がいいんで、すねでそれがですね、だん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 と本試験に近づいてくるに従って、これをですね、まあできれば、インプットの教材をコンパクトなものに変えていく方が、えー、効率がいいんですよ。なぜかというと、問題解いたら、あここね、ね、あね これね、っていうにこのインプットの教材が小さい方が該当箇所を探しやすいです。でもうねこの直前期になっていきますとアウトトトププッッからインプットのスピードですすねこれを早める必要があります問題解いたらすぐにインプット確認する問題解いてすぐに確認するこれ常に行ったり来たりする。だからこのインプット教材はなるべくコンパクトな方がいいです。でそういった コンパクトな教材がまああまりあまりないんですね、えー。とにかく直前期に全体を見渡すためのサブノートがとても有効なんだけども、えー、適切なものが少ないです。それからボリュームがありすぎるとまとめ資料の意味がないんですよね。だからなるべくコンパクトである必要があります。ですね。かといって網羅的じゃなきゃいけないんですよ。 あの大,事なこと大事なものがポロポロ抜け落ちてるというそういったものではやっぱ足りないんですよね。なのでまあこういったねあの直前期に見渡せるようなこういったインプットの教材があってしかも問題とこのリンクをねえ進めながらざっと全体を見渡せるような講座があると僕はとても あの受講生さんの役に立つんじゃないかと思ったんですね。それはまあ昔から思ったんだけどね。でそれを、えー、まあ自分が作ってで講座として販売できるようになったのが何年前？五六年前かなと思いますで。その頃からずっとこの講座をやってます。で、えー、まあ全科目一括の申し込みをしてくださった方にはですね、まああの三科目あるんだけど。えー えっ、ー、と権利と権利関係と宅権業法と法律上の制限、まあ、3科目ですねで科目ごとに注文はできると思いますあ科目別で、ね、こうやって科目別でで、えー、とそれぞれ1科目あたり6時間ですなので DVD、まあ、でしたら、えー、と2枚なのかな1枚が3時間なので1科目 DVD2 枚ですね でウェブだったら、まあ、DVD っていうそういったあのものは届きませんけど、ねえー、ですけどもまああのー、とりあえず1科目6時間6時間6時間で合計18時間になりますだからまあ18時間で総まとめと言ってるんだけどもで3科目まとめて注文をされた方にはですねまあいらないかもしれませんけども免除科目のサブノートがつきます。免除科目 で、あのいらないっていう人ももちろんいると思いますけどね。えー、免除あの5問免除の対象の方はいらないと思います。で、これはいいと思います試験当日のチェックリストですね。あの試験の当日に試験会場に持っててくれっていう。まあ簡単なペラ紙なんだけども、それもあのお付けします。で、これはえっ、ー、と9月になってからです。この2つはね。9月になってからお送りします。じゃないと。 あの資料が揃わないんですよ。ねあのまあ、特に免除科目とかね、えー、統計資料なんか出ますんで、まあ、7月終わりぐらいにならないとそういった資料が揃わないので実質的にはなかなかすぐに送れないです。なので、えー、8月4日に送り始めるのはメインの教材ですね。で、えー、と9月の8日になったらこういった、まあ、特典みたいなものもお送りします。で ええと、こういったものに関しましては講座はないです。えっ、ー、と資料が送られてくるだけになりますね。ただまあ、見ればわかると思いますので、特にその辺の心配はないと思います。まあ、そんな感じですね。あのまあ、単なる。えっ、ー、と講座のまあ、宣伝なんだけどもまあ、さっきお話ししましたように、この問題とテキストを。同時にやっていくっていう感覚は、多くの受講生さんが勘違いしていると思います。 やってるのああままりり見たことありませんなのでこれはね、まあ、あの講座を申し込むとか申し込まないは別にしてえ全ての受験生の方がですね常に頭の中に入れといてくださいあの。自分の勉強しているスタイルですね問題を解いているだけで終わってないかです、ね、問題を解いたら必ずテキストにフィードバックをすること常にリンク付けをすることですねそういった作業を地道に繰り返していくことですねそれがとても大事です。 え特に直前期になってくればなってくるほどえそれを高速で繰り返すという感覚が重要になってきます。まあぜひですね勉強の、えー、参考にしていた,いただければと思います。はい。えー、それではですね2020年達検試18時間で総まとめえー、ブラッシュアップ講座ですね、えー、講座の説明を終わります。では頑張ってください。